皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンタロウです。ここはね、常磐道矢田部東です。これからね、大洗の方に向かいます。ちょっと今日土曜日でね、道路が混んでました。これからね、5時までに大洗に着けばいいんですけども、この分だとね、間に合いそうです。今日はね、モンタロウくんの車ではなくて、モンジロウくんのね、イナイスでやってきました。そのお隣もね、イナイスということで並べて止めてみました。ここはね、ゴルフ場が併設されていて、球がね、飛んでくるので大きなね、ネットがあります。本当はモンタロウくんのね、レヴォーグで来ればね、楽だったんですけども、で今回ね、レヴォーグちょっと不具合が出ておりまして、もう皆さんにはね、ご承知の通りなんですけども、燃料系のね、不具合ということで、いくら走ってもね、燃料系が下がりません。ちょっと不安なのでね、今回はね、ミライスのモンジロウのね、ミライスということになります。また今ね、スタッドレスタイヤも、レヴォーグの方は頼んでるんですけども、まだ取りに行ってないもんですから、それもね、考えまして、モンジロウのね、ミライスということで、今回はね、もうスタッドレスタイヤ履いてますので、これからはね、雪が降っても大丈夫です。あと1時間ちょっとでね、大洗まで着けます。おそらくちょっとね、もう日が傾いてますので、暗くなってしまうかもしれません。向こうでのね、取材がちょっとできないかもしれませんが、とりあえずね、向かわないとフェリーには乗れませんのでね。では皆さん、また次の、場面でね、お会いしましょう。皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンジロウです。ここはね、大洗のサンフラワーのね、フェリーターミナルになっておりまして、今ね、モンジロウくんは乗船のね、手続きが終わって、これからね、あそこ正面に見えますサンフラワーにね、乗り込みます。乗船時間はね、6時ということなので、あと30分ぐらいね、時間があります。もうね、この時刻だと、この時期は日が暮れてしまいました。こちらの右側、ちょうどね、今真ん中には、国土交通省から新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。手洗い、アルコール消毒や咳エチケットは感染症対策の基本です。このため、皆様においてはフェリーターミナルにおけるこれらの取り組みへのご協力をお願い申し上げます。武漢肺炎ウイルスがね、下火になっているとはいえ、やはりね、感染対策、マスクやね、手の消毒はちゃんとしてくださいということでした。正面のね、サンフラワー、今日はね、札幌になります。前回ね、9月の時も同じでした。今回もね、同じということで、買って知ったるお船ということでね、モンジロウくんは乗ったらすぐレストランに行くそうです。夕食とね、明日の朝食セットでね、2600円ということなので、モンジロウくんはもうお金を用意しています。ではね、乗船場所に移っていきたいと思います。まもなくね、トラックのね、搬入が始まりますので、そしたらばね、ここには立ってはいけないということになってます。前回来た時もね、ここでビデオを回していたらばダメよということで言われてしまいました。あそこにね、トラックは出入りするものですから、ここは非常に危険です。今もね、トラック、頭だけのね、トラックがたくさんあります。もうね、この時間まだ5時なんですけども、もうね、かなり薄暗くなってきました。画面ではね、かなり明るく映ってると思うんですけども、もう肉眼ではね、かなり暗いです。今日もね、自衛隊のね、方の車が止まってます。
こちらがフェリーのね待ち合い室になります。そして徒歩の方はね、こちらのブリッジ、ボーディングブリッジを渡ってですね、あちらのねサンフランコの横っ腹にあります4階のねところに登って、それからねエスカレーターがありますので、エスカレーターでね登っていくと。でも本当ねもう暗くなってきちゃいました。思って寒いです。結構北海道はねどんな気温になっているんでしょうか。お友達に聞いたらばね、かなり寒いということで暖かくしてきてほしいということを言ってました。でも本当ね、台風がね来ていたのでちょっと心配だったんですけども、今日はね特に問題なしということで行かれるみたいです。今ねトラック来ました。ちょっと危ないですからね、この中に入りましょう。非常に危険です。ではね、待合室の方に行って少しね暖を取りたいと思います。いよいよね、文次郎くんは関東からまたね北海道の方に向かいます。あとね30分ぐらいで乗船になります。今ね一生懸命トラックをね乗っけています。フェリーというのはトラックのね物流の料金で成り立っているみたいです。あとね乗客はおまけみたいなもんだですから、このねトラックの皆さんのおかげで我々がねこの船に乗るということで、それちゃんとね私たちもお金を払っていますよね。このねサンフラワーの会社のね儲けの一翼を担っているわけです。先ほどね北海道の YouTuber のキムリンオーディオさんからね動画を通してコメントいただきました。明日ね到着するのが楽しみということで、文次郎くんはね無線機を買いました。その無線機にね連絡をくれるそうです。あとねもう少しで乗船可能となりますので、それまで待機します。